今回の動画はリアルさの追求です。いくつかのローラと技法を交えて可能な限りリアルなイラストを目指します。リアルな質感を求めたローラ、スキン&ハンズ、メール、フィメール、フロムポリヘドロンが登場し、すでに研究されている方もいらっしゃるので、定番のローラの組み合わせをまずは紹介します。また、後半では私のオリジナルの組み合わせ方法をご紹介したいと思いますので、ぜひ、最後まで見てください。そして、今回使用するローラのリンク先は説明欄に記載してあるので活用してください。では早速始めましょう。こちらがベースとなるイラストです。使用モデルはシルドリミックス V2 です。また、ローラの影響がどれぐらいかを知るために、このベースのイラストのシード値で固定にします。それと768ピクセル以上が推奨なので 768×1024 ピクセルで生成していきます。まずはスキン&ハンズ、メール、フィメール、フロムポリヘドロンを数値 0.5 で加えてみます。これだけで肌や体の質感が一気にアップします。そして背景やポーズにも影響があることがわかります。また、このローラの数値による変化は、説明欄に記載のリンク先にあるので、イラスト生成時にはぜひそちらを参考にしてください。次にこのローラの作者の推奨している、目の質感をアップするローラ、デーテールドアイテンを数値を 0.5 で加えてみます。目の質感が上がると同時に体や背景にも変化が見られます。そしてこのローラの運用ではこれが基本の組み合わせになります。ベースのイラストと比べるとこの時点でかなりリアルなイラストに変更されているのがわかります。とても優秀なローラです。次に組み合わせの定番となりつつあるローラ、ロー RA を加えます。ややこしいですがロー RA という名前のローラです。これを加えることで陰影が強調されます。また、今回の目的でこのローラを使用する場合だと、個人的に推奨する数値は 0.3 です。では、イラストを見てみましょう。背景の質感も上がっているのがわかると思います。これによってリアル感が一気にアップします。さてここでもっと質感を上げるためにローラ、フラットをマイナス 0.5 の数値で加えてみます。以前紹介したフラットプラスアルファの技法ほど大きくはないですが似たような変化を起こします。フラットプラスアルファの技法をまだ知らない方はぜひこちらの動画を見てください。そこでここからはオリジナルの組み合わせになります。似たような変化ならば、ローラ、ロー RA の代わりにフラットプラスアルファの技法を代わりに加えてみたらどうなるかやってみます。そして加えたイラストがこちらになります。服の質感が一気に上がり、色合いも自然になり、そして背景にも変化が見られると思います。詳細さがアップしています。もともとフラットプラスアルファの技法はリアルさと質感の向上の追求によって生み出されたものなので相性は良かったのだと思います。さてここでもう少し欲張ってみます。ここにさっき外したロー RA も加えてみます。より質感が上がり色合いも安定したのがわかると思います。最初の予想ではイラストが破綻すると思っていたのですが、意外にもいいとこ取りで安定しています。そして、ここでアップスケールしてみます。アップスケールについては、ぜひこちらの動画を見ていただけると、良いヒントが見つかると思います。また、注意点として、今回のローラを使用したイラストのアップスケールに関しては、陰影が強く出すぎる傾向があります。
そのため、今回加えたローラをプロンプトから外すか、デノイジングストレングスの数値を下げてアップスケールすると安定して生成されます。そしてこちらがアップスケールしたイラストです。きめ細やかな仕上がりになりました。いかがでしたでしょうか？最近はリアル感を目的としたモデルが登場してきていますが、これまでのモデルでも今回ご紹介した方法でそれらのモデルにも負けないとてもリアルなイラストが生成可能です。ぜひ試してみてください。またこのチャンネルでは他では見られない AI イラストの手法や AI に関する情報をこれからもお伝えしていきます。ぜひチャンネル登録をお願いします。では、また来てくださいね。